DJ サイレント MC プレイプレイヤー地下のゲイ桜坂スキャングスターシップアジアの島国大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛やさしたかうしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目未だ分からぬ自分の左右の目見捨てないで神は見捨てて。お疲れ様です。ご無沙汰してます。今日は K さん大阪遠征でお久しぶりでございます。川口会長誰や、はい、前回あの K まみれチャンネルで横浜の方でお世話になりましたフローカーです。あー、はい、ちょっと待ってな信号一つ3分で思い出す、はい、よろしくお願いします。でお隣にいらっしゃる方が3代目山口組、はい、北山組射程頭若き日の山口組東大と縁をお持ちになられた原松太郎さんでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。でまたその隣にいらっしゃる方が K さんからご紹介お願いします。あのサッカーの釜本さんとこの師匠だった。いやいや釜本は私の、はい、下ですわ。教え子です、はい、釜本さんの釜本さんの師匠です。師匠ですよね。師匠、はいはい、これは岡田です。これ、はい、大学の時、はいはいはい、岡田なんかはもう半殺しにして教えたんです岡田ってあの岡田監督ですか。そう、はい、半殺しにしちゃったんですか。ね、今会長やってる田島とか、はいはいはい、今やったら刑務所ですよ。わしらより長いこと入ってますよ、自分この本を探したんですけど見つからなかったんですよ、はいはい、日本人の魂ここにあり上田良三郎さんでございます。よろしくお願いします。で今日は若き日の山口組東大と縁を持った原松太郎さんにいろいろとお話を聞いていきたいんですけれども、はい、でこの本が8月1日に発売になったんで、はい、皆さんよかったらちょっと目を通してもらうと、はい、の原さんの凄さが分かるんじゃないかと思います、はいはい、大阪ヤクザ筆詞ですね、はい、皆さんのよろしくお願いいたします、はい、まあ、概要欄の方に貼っておきますので、そうですね、はい、Amazon とかであの、はい、検索するとすぐ出てきます、はい。原さんにお聞きしてもよろしいでしょうか。あ、はい、今現在山口組六代目司忍親分なんですけれども、うん、その方と、まあ、若き日に縁をお持ちになった、うん、要はその司忍親分からしたら 兄貴と呼ばれてた存在だったんですよね。でその出会われた時とかその若き日の司親分はこういう感じの人だったっていうのをちょっと教えてほしいなと思いました私はあんまり本当のこと言われんからね。今日本一の親分ってからそれから、はい、この日本一の親分よろしい言うといてよってね。私はね、それから高山の頭なんかでも俺がマスコミに伝統いてくれ言ったんですよ、うん、だけど悪いは言われんけどね。本当のこと言ったらひっくり返ってまうから今までの過去の三代目の若者らでもみんな知ってるから私、うん、みんなこれ来るとね、あの幹部連中でも内容は知ってるからね、うん、本当のことを言うてやりたいんですよみんな、うん、もう間違ってる人ばっかりやからね、うん、あの本の中でも書いてあったんですけれども大丈夫書いてあのしっかりした人としっかりしてない人、要はそのしっかりした人の方が全然少なくて、うん、しっかりしてない人がほとんどだっていうふうに書いてあったんですけれども、うん、もう私が原さんから聞いてる限りではね、はい、6代目を高く評価されてるんですよ、うん、でその4代目までと、うん、で今は6代目にその評価する言葉いろいろ私は聞いてます、うん、しかし全部が全部喋れることと違いますからね、うん、それからあのかわいそうなもんです。あの石川なんてね、私の射程の若い人ですよね。英雄みたいには書いてるけど何にもおとなしいね。裏で小細工しただけで今日聞いて今旭川にこの間ね会長26年って勤めてここで一緒やったんです。だから運動の時間にねこんなことやってたしあれみんな嘘や、うん、だからねおとなしい子ですよ。木下八郎いうの友達の若い人やと私より年上やけど兄貴言うたったんで、だから年いってるから、ほんで
北山へ連れて行ってやるよというのが連れて行ったけど、それの若い人やから石川なんか鴨田に言うてしもうとんですよ。鴨田なんか中身は全然食べない、うん、東の総長なんかにしてもね、若い人みんなバラバラになって行ってても東海から応援に行ってやったね。かわいそうやから、いじめられるから、うん、せやからね、中身はもうすぐ泣き入れてね、もう解説するよ。だから竹中の弟がしっかりしてるんですよ、うん、みんな知らんだけで。せやから実際薬剤用のほんまにね、自分が都合悪かったらもう掘り出す、しっかりしてきて伸びてきたらもう決まったよ。もともと兄弟分やから川口の会長でも、だけど力出てあれしようと煙たいから全然じゃん、うん、天下の宝刀はね勝手なんですよ。ヤクザなんてのはもうわしから言わしたらね、もうちょっとしっかりしてね、若い衆を可愛がって何かあったら肩に慣れたら唯一に詰める必要ないんですよ。肩に慣れたら真面目にしよう、家族を大事にしようという、ね、総理をけじめ取ってこいとか、もう考え方がもうすでに根本的に間違えてる。やっぱ時代が変わったからですか。いやいや時代はね、うん、ヤクザの生き方用の金儲けも変わってますよ、現在も来年も、うん、だけどヤクザの筋道用の大正時代も今の時代も昔のやつらもいい鍵なんだ、親分連中だけど今みたいに会費なんか取らんですよ、うん、もう根性もないくせにね、怖がってしょうもないことするな、自分が身に降りかかっていくからしょうもないことするな、しょうもないこと したらよし、薬剤やから、うん、だからね、わしはね、東組見習えってわしはそういう教育したんですよ。警察行ったらね、東組はほんまに警察にみんな聞いてるから山口組行ったら2、3日元気です、みんな喋るよね、6年ずおらんの、うん、せやから私はいつも、うん、私は正直に言うの、川口の会長、私はそういう教育したいと、うん、俺は郵便20本あるとね、お前らの責任取るから何でもしてこいって、だ若いしもう調子に乗って悪いことばかりじゃんみんな親分にしょうもないことするなって怒るんですよね、うん、私はしょうもないことでも何でもして自分の好きなことしてこいって、うん、出来の悪い若しばっかりですよ、じゃあ、うん、もう明日の飯大変なやつばっかりやから川口会長も前回うちのチャンネルに出られた時に、うん、親分さんにたしなめられたことが一度だけあるっておっしゃっただけですもんね、うんうん、怒られたこととかはないとおっしゃってましたね。いやいや怒りますよ、役立って、うん、自分が偉いと思って怒るんですよ、子分にはね、うん、だけど私は怒ったことないです、うん、好きなことせえて、うん、せえから腹んとこの出来悪いとか、うん、小田秀から電話かして、うん、北山に高校出て、そうしたら電話かけて北山の組長の方に、でこれから電話かして俺に用意はねこれ、いや腹んと小田秀から電話かしてこう、もうお前んとこの若しなんか小田秀なんじゃ言うたらしいと、何言うと何の小田秀何のとはほーって言うこと聞かんもん私ね、うん、だからね自分の身が可愛いんですよ、うん、親分連中なんかされたら怖いんですよ、うん、何でもしたかったらしたらいいんですよ。だけど責任は自分親方の責任やから、山口姫から怒られたかばうことをね自分がかばったりしてね、石川の中でかわいそうな大人しい子で長期行って頭ずるはぎになってボギーだった兄がね面会行ったら、その兄も死にましたよ、もう頭ずるはぎになって頭ちょっとボキだったのね、でいつもこんなことタコ出してこんなことやってる空手やってるように見せかけてるんですよ、前からこうだらけにして、ほんで一緒に会長に紹介して26日目出てきて、朝日川20年行って帰ってきてまた6年行ったんだ、わしのとこ来てるから和歌山にね北の組でやったんですよ、そこのね、2人殺してね養子になって、うん、昨日も私で電話したんですよ、うん、体大丈夫かって、体は大丈夫やけどね全員の方は、
だまた近づいて行きますって言うけど、はい、私ね山口の旦那とのおうちの親戚が言うとけって、うん、借金あんのに電話かかしたんで、うん、お返し来させたで借金あるから今ちょいが出てきたばっかりやからちょっと待ってなって言ったと、ほんとら嫁はんのところ取り出て来させたと、で腹立つがこら殺してもてろか言うたで、うん、言うたらそんでいいねって言った、うん、だけど原さんの親戚で使って電話かしたらそうやって言うからね私は、うん、せがやもうヤクザってもうちょっとね偉そうにしてるだけです、うん、もっとしっかりしててね、うん、古文なんかいらんですよ中身の問題ですよ、うん、古文なんかね千人おったって何にしはね、うん、すぐ警察で喋るやついりませんよ、うん、そうですよねそんなの、うん、何すんねんってよ、うん、それから東京行った時わし、うん、よその住吉会にそこで死んだけどね、うん、俺と兄弟分、うん、ね勝手に言うんですよ向こう、それで会長のあれの友達との前で言うたよね、はい、マラ兄弟もなったことないぜってだけど向こうは現役でね威張って原と兄弟分やって住吉会の中で威張って、ね、山口市民の若い人をたり稲川会の若い人をしたり実績があるからそれで俺と兄弟分ってこなしてね、で死んだあの何て言いました前の親分の住吉会のああ関さん関の前の死んだあの親分西口さんあ西口のとこ行ってえいつもごますって原と兄弟上で、ね、だけど前松葉会のやつ来よって麻雀やる関西のねわしの向かい兄弟分やで今課題になってるとだからちょっと待てって言ったんです私課題になった覚えないんで俺一人で役立ちとんねんって言ってた、うん、はっきり言いましたよポカーンとしてるんですよ名刺家のやつも名刺もろて交換の時はっきり言いますよそのだからね誰もいらんですよバカみたいな兄貴もいりまんよこっちから絶縁してやりたいな今まで会長現役やったり、ね、会長会長で言うて山口由美のある人間俺が電話すると電話かかってそんなやついりまんやそんな、うん、そうですね絶対になろうが友達は友達付き合ったやろしよ、うん、クリームついたらなんじゃいって言えるだけの根性を持ってやったやろしよええ時だけのね私は人の前で出ますよ死ぬまであれだ出てほしいついていくぜって言ってるみんなの前で平気ですよ誰が言ってきたって答えんですよ、うんうん命は一瞬めくりめくって今は全な気分浸透メイキャピ欲望捨てたら揃った国心層過ぎた昨日より大事な今日罪と罪は消えないが卒業だサクライブ俺は俺の今を咲かせて散るだけだラー